生ネオがお送りしているバンディーズ What's Going On、今回はですね、神戸デジタルラボに来ております、そしてお話を伺ったのはですね、テデックス神戸、TED の日本版、神戸版ですね、そのテデックス神戸のオーガナイザーの船橋さんです。どうもありがとうございます。先ほどね、ラジオの収録終わったんですが、このビデオでもですね、このテデックス神戸どんなことやってるか、ちょっと、スピーチをお願いします。テデックス神戸っていうのはですね、ちょっとご存知の方は分かるかもしれないですけども、いわゆるスピーチ、トークを皆さんに聞いていただく、そういうイベントなんですけども、さまざまなジャンルの、さまざまな年齢、性別、国籍の方が、それを問わずにアイデアだけで勝負する、そういう場所です。で、壇上から、本当に全く新しい考え方、アイデアを人に参加者の方々に伝えていただいて、自分の育成で、それを皆さんに受け止めていただいて、そのアイデアをもとに、さまざまな方々がつながっていく、そういう場になります。これね、僕実は去年の12月の17日、ライブで見たんですよ。で、TED というのは今までテレビ、インターネットで、好きでよく見てました。それからこのバンディーズ What's Going On でもね、TED のマネはちょっとしてみようやということで、命をかけてる60秒というのもやったことがあるんですが、ライブで見ますとですね、もちろんこのスピーチは素晴らしいんですが、あれ、たじろぐでしょ。自分も同じことできるかったらなかなかできないでしょ。バックグラウンド初めて見たんですよ。これバックグラウンドちょっと説明してください。もちろん時間が決められてて、一つのトークは最大18分以内ってあるんですけども、それを作るためにですね、本当何ヶ月もかけて準備をして、こいつを迎えていただいてますし、そのご本人の言葉であるんですけども、そのアイディア、原稿を一緒にブラッシュアップしていくってところです。あとその登壇の前と後にですね、MC を私がさせていただいたんですけども、そのスピーカーの方をご紹介したり、うまく話が伝わらなかったことかをちょっと取り返して、ちょっとお聞きしたりとかしながらですね、参加された方々に少しでもそのスピーカーのアイデアが伝わるようにお手伝いをさせてもらっています。このね、また船橋さんのね、MC なんですけどね、これなんて言うんでしょうね、当然今から出てって喋ろうと思う人は緊張するわけですよ。空気どうかな、受け入れられるかな、でも新しいこと言うわけですから、これは困難なことやるわけですが、もう一生懸命この場作り拙いんですけどね、だからリレーでバトンを渡すわけじゃないですか。もうこの今からこの人がスピーチします。これがまたね、素晴らしかったんですよね。でね、大事なことはね、皆さん素晴らしいアイデアを思いつく、世の中こうしたら良くなるんじゃないかとか、いろんなことを思うと思うんですが、ほとんどのアイデアがやはりもうそれぞれ中、そうですね、頭の中だけとどまってて、そこから出ていかない人が多いんですけども、それを我々応援して、いろんな方々、それこそ世界中に伝わるようにってことで、お手伝いしてますので、そう、チームワークで作ってくれてるスピーチになってるんですよ。これがすごい。で、もう一つがですね、反論されるんじゃないか、当たり前なんですよ、新しい考えを言ったらね。これまた空間ちょっと教えていただけますか。本当にさまざまな方がいる場で、異なる意見があっても我々はそれを良しとしている、むしろそういった方々が行った方が世の中が良くなると思っているので、そういった方々が そこにいていいんだっていう雰囲気作りってすごい大事にしてますね。僕ね、初めてね、このスピーチでスタンディングオベーションっていうのを見たんです。でも全員が立ち上がるわけではないんです。私は賛成しないという雰囲気の人は座ったままなんです。で、それがそのまま OK な世界、空間なんですよ。これって素晴らしいですよね。ありがとうございます。本当に我々その多様性っていうことはすごい大事にしてまして、今年のテーマはこのスパイラリングインスピレーションっていうテーマなんですけど、もう言葉、日本語にすると渦なんですよね。2つ以上違う力が働いて初めて生まれる渦ですから。陰と陽、プラスとマイナス。例えばバンディさんと僕がね、心の中ではこの人ちょっと分からへん、合わないなと思っても、そこでも隣り合うことを諦めないっていう、その場が大事だと思う。それって成熟したんですよ。そうなんですよね。僕は未成熟です。いや日本ってね、なかなかそういったことが苦手な人も私も含めて多いと思うんですけども、やはりそういったことをしていかないと、この世の中これからうまくいかないと思っているので、素晴らしいのは違う意見を持った人が一つの空間をシェアできるという、そうですね、これがもう新しい世の中のあり方じゃないですか。そうですね、素晴らしいものを僕は見せていただいたなと。ちょっと番組に同じぐらい今喋っておりますが、最後にメッセージをお願いします。我々このテデックス神戸っていうのは、今年4年目の活動で5年目に入るんですけども、本当いろんな方々にぜひフラットに参加していただきたいと思ってますし、この昨年12月にやったこのイベントのトークもですね、全て YouTube でも見れますので、ぜひこれを見た続きはですね、テデックス神戸、TEDX 神戸と検索いただいてご覧いただければ嬉しいなと思ってます。また我々の活動にもご興味あれば、
軽にご参加ください。ホームページにもその辺の情報を出してますので、よろしくお願いします。はい、ということで船橋さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。